はい、ウィンナー、ポークウィンナー大好きのユッキーがですね、レビューです。今回はこちら、燻製屋です。丸大食品ですね。丸大食品。燻製屋。熟成粗挽き、ポークウィンナー。こちらがですね、容量が容量が85g、1袋あたりね、これに2袋入って、だいたい250円ぐらいだかな。です。美味しさへのこだわり。72時間以上の熟成により、お肉の美味しさを最大限に引き出しています。ドイツアルプス産岩塩のマイルドな塩味が、お肉の旨味を引き立てています。超焙煎スパイス使用。括弧スパイス中 47% 使用。超焙煎スパイスは、高温短時間で焙煎した風味豊かなこだわりスパイスです。燻製屋ウィンナーはベルギーの世界的な食品コンテンツと、モンドセレクションで、最高金賞を5度受賞しました。と書いてあります。はい。今回はですね、見た通りですね、ボイル、いきます。ビールです。乾杯。ということでね、俺の大好きなボイルで、本来はこれ、沸騰しない程度のお湯で5分間茹で、温かいうちに召し上がりくださいって書いてあるんですけど、普通に沸騰させて、ましたけどね。まあ、ええか。いただきます。お、うまい。燻製屋。前回食べた香薫に比べると、味が、なんかマイルドですね。味がね。前回の、香薫は結構スパイシーだったんですよ。割かし。割とね。これはマイルドな、いわゆる、まあ、お子様向け的な、あんまりこれ、多分スパイス使ってないんだろうな。そんな感じはしますね。なんか、女性向け的なね。まあ、まあ、つまみ向けではないっていう感じ。まあ、俺の感覚で言えばね。そんなにスパイシープラス、しょっぱくないんですよ。味が。マイルドな塩味なんですよね。ちょっとこれはあれかな。個人的には、あんまり。まあ、美味しいんだよ。確かに美味しいんだけど、レビューするとなると、やはりどこか、他の、ね、今まで食ってきたやつと、違いをね、表現しないといけないんで、明らかにやっぱり塩味が少ない。で、
スパイス感も、辛さもあんまりないっていうか、まあ、いわゆる甘口的な、まあ、しょっぱいんだけどさ、うん。あんまり多分、スパイス使ってねえんだ。うん。これは、はっきりわかりますね。うん。なんか、肉、食ってる感じ。まあ、結局のところ、肉に、塩だけちょこっと振りかけて、食ってる感じ。胡椒は入れないタイプみたいな。やっぱ胡椒入れると結構塩辛さがもう出ますからね。うん、案外。塩入れてなくても、辛さだけで、胡椒入れるだけで結構、なんか、気持ちちょっとしょっぱくなった感じ、しますからね。だいぶ、これはお子様向けというか、まあ、うん。お子様向けですね。んで、燻製屋って書いてあるところ悪いんだけど、全然燻製感が全く、俺としては感じられない。うん。香薫の方が全然美味しかった。香薫の方がちゃんと燻製の香りが、したんですよ。まあ、割と続けて食ってるからね。これ、前回のやつと比べて、続けて食ってるから。結構わかる。続けて食うと結構わかるんだ。単品で食ってるとあんまわからへんんだもんね。うん。でもね、この断面見るからにね、ほとんど、スパイスの黒い点、みたいなのがほぼないですね。うん。胡椒がやっぱり、全然使われてないことがわかる。うん。うまいですよ。確かに。うまい。ただ、5段階評価として、これは、やはり、三つ星をつけざるを得ない。前回四つ星だったんですけどね。香薫ね。香薫は本当に美味しかった。これ三つ星っすね。うん。はい、ということでご視聴ありがとうございました。